ビンシングル大百科事典23回目の今夜はラブフォレーバーのページが開かれました。作品データ紹介しておきます。1995年12月11日にリリース、作曲は田川さん、作詞は山本ゆりさんということで、これ今回僕から言わせてもらってもいいですか。どうぞ。はい、この曲のエピソード、ああ曲とか歌詞に関する思い出ではないんですけど、はい、僕は北海道の友達友人とともにですね、みんなで海外旅行したことあるんですよ。ラブフォレーバーの、ミュージックステーションのテレビ出演が決まって、そのリハーサルがあるから、帰ってこいって言われまして、なんとオーストラリア、オーストラリアのホテルの電話がありまして、その海外なんか行ったこと何回も行ったことないから、俺の部屋の電話が鳴ってると思って、なんだろうと思って出たら平野さんで、マネージャーの当時のマネージャーの、週一こうこうこうで帰ってくれって言われました。どっからか嗅ぎつけて来たんですか。びっくりしましたね。すごいね、そこまで急にやられるね。帰ったんですか、一人で。帰りました。全員友達置いて帰りましたってね。かわいい、そんな思い出がありました。なるほどね。じゃあ巨匠はちょっとお客様の後一番最後ということで、リーダーはラブフォレーバー。いや僕もほら何回か言ってることですけど、ねえ、なんつうの、ラブフォレーバーって曲が僕は痛く気に入りましてね、で田川君の家に電話して、いやこれはいい曲だっつってね酔っ払って、そう酔っ払って覚えてます覚えてます、酔っ払っててね、いやこれはでも伝えなきゃあかんでみたいな思いましてね、で電話した覚え出がありますけどね。なるほど。